チン中心部です。この辺りは大きなホテルが密集してます。そしてマレー語でクチンは猫なので、あちこちにこうして猫のモニュメントがあります。巨大猫モニュメント、まあ可愛いんだか可愛くないんだか、ホテルの裏の川です。向こうに見えてるとんがり帽子のとんがり屋根の建物は州議会議事堂、いうことで、今ここのにボードウォークっていうんですかね、川沿いに、はい、遊歩道ができてます。ここがスタートラインで、ここから向こうずっと川沿いに、まあ割とおしゃれめのレストランとかカフェとかずらっと並んで、あそこがあの川の乗り場ですね。対岸への渡し船というのもあります。意外と川の流れが速いです。今午前、あ、もうそれでも10時16分、月曜の朝ですからみんな働いてるんでしょうね。あんまり人はいません。やっぱりイスラム圏なので、髪の毛をスカーフ等で隠してる人結構多いです。これが割と最近できた橋で、この橋を通って向こう側に渡れます。橋ができる前はこの渡し船で渡ってました。猫の町クチン、至る所に猫がいます。あの小さな名板があるということは多分入っていいということでしょう。よいしょ。キャットミュージアムっていうのがあるらしいですね。はい、キャットミュージアムの実は宣伝のモニュメントでした。パッションフルーツジュース。ん？どんな味？あ、種がコリコリしてるところが、肝です。はい。めっちゃ美味しい。種の食感が素晴らしい。これが12リンギットですから、360円。あ。まあ、フレッシュジュースにしては安いっすよね。もう昔ながらのポンポン船です。いわゆる一つの焼き玉エンジンです。噴水です。